ルシアン・フォンタナ・ローザはフランスの画家、長男・パトリスはバイオリニスト、次男・ルノーはチェリスト、長女・フレデリクはピアニストになった。パリの生まれ、幼少期より絵に興味を示し、12歳の頃から街に出て様々な景色をスケッチして歩くようになった。1927年からエコール・エスティエンヌでリトグラフを学び、1932年には エコールでボザールで学んだ。1934年には国民美術協会に作品を出品している。1935年には助成金を得てスペインに旅行に行き、1936年にはローマ賞に挑戦して一等を獲得した。第二次世界大戦中は不評として従軍。戦後の1946年にはローマ賞の審査員に名を連ねた。 1958年から1972年まで、エコールポリテクニックの美術教師を務めた。パリにてツダビー・ルーブル・デルシアン・フォンタナ・ローザ。2019年3月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年3月9日閲覧。ダビー・ルーブル・デルシアン・フォンタナ・ローザ。2019年2月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年2月26日閲覧。ありがとうございます。